久保さん、闇金牛島くんの話題にしましょうか。闇金牛島くん。闇金牛島くんのね、言葉でね、こんな言葉がありまして。金がすべてじゃねえが、すべてに金が必要だ。<laughs> これね、いいっすね。えー、金がすべてじゃねえが、すべてに金が必要だっていう。ごもっともっていうね <laughs>。まあ多分ね、これ、結構ドストレートで、もうごもっともすぎて、もう、そのな、なんすかね。すべて正論というか。 なんかすべて詰まってるなと思うんですね、この言葉に。金がすべてじゃねえが、すべてに金が必要だ。多分ね、これ、一番わかりやすいんじゃないですか。まあ、トネガさんの場合は、あの言葉も僕好きなんだけどや、やっぱ命とお金をこう、天秤にかけた時、やっぱ多くの人が、やっぱその、うーん、なんだろうな、イメージがわかないと思うんですよ。なんか、命の上なんじゃないかみたいな思いがちですけど、これはね、闇牛シリくんのこの言葉は結構わかりやすいっすよね。 うん。あの、要は、共感から入ってるんですよ、最初のフレーズが。金が全てじゃないっていう人に対して、うん、か、金が全てじゃないよと。共感から入ってるんで、すって多分入ると、入りやすいのかなっていう。でも、あの、一方では、あの、トネさんのやつは共感が入ってないので、その、はあの、反発してる、一般的な常識の考え方だから、こう、離脱してるというか、反発してるので、なんか、うん、多分、なんだろうな。 うん、それを理解できる人は少ないとは思うんですけど、これね、すごくいい言葉だなっていう。僕、闇金牛島君もすごい好きなんですよ。多分、闇金牛島君シリーズ全部見ましたね。映画もドラマも全部見たと思います、うん。僕は漫画本も見ましたけども、あの、やっぱ、山田さんがやってる役がすごく良くて、ま、あれをすごい見ましたけどね。 うん、めちゃくちゃ面白い。あと闇金牛島くんのあのタクシー編があるんですよ。で、タクシー編はロバート秋山さんがタクシーの運転手やってて、これめちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃ良くて、この運転手の最後、その最後のシーンね娘をどうするかっていう、この <laughs>、どうしたんだろうっていう、最後の、どうしたんだろうっていう、あの、シーンもいいんですけどね。 結構ね、ま、あの、ま、漫画から学べることってたくさんあると思います。要は、漫画は手段であり、あの、書いてる人は人間なんですよ。だから、ケンシロを書いた人も、ケンシロウを通して、なんか読者に何かを伝えたいっていうことで、いろいろ考えてたと思うんですよ。うん。だから、僕はあの、ドラえもんの、あの、あのシーンも好きなんですよね。まあ、結構よく出すんですけど、まあ、未来人が、あの、地球に来て、 で、未来人が移動するときにですね、あのー、なんかちっちゃい飛行船に乗っててね。で、のび太くんが、なんで未来の人はその、飛行船に乗ってんのみたいな。歩けばいいじゃんみたいな。で、未来人がね、未来の人は、あのー、こういう便利なものができて歩かなくなっちゃったから、退化して歩けなくなっちゃったんだよ。つってね、のび太くんが <laughs>、便利になるのっつうのも、どうなのかねみたいなね、歩けなくなるんだ、みたいな。<laughs> すげえ、それがね、結構ね、 ないつもほんとちっちゃい頃見たと思うんですけどなんかねすげえ衝撃的な,なんかなんか便利になるってことは失うことなのかなっていう失って何か失って便利を得てるんだなっていうのはすごくなんかなんかね感じさせるものがありましたよねでももしそののび太くんドラえもんっていうそのアニメからじゃなかったら伝わってなかったと思いますし大の大人がねなんかその うん、大学の教授がそんなこと言っても多分、うん、響かなかったけども「ドラえもん」っていうアニメの中でそう描かれてるので響いたしうんまあ闇金牛島君とかケンシロウとかアニメは全部そうですよねだからなんか、うん、アニメってすごいですよねアニメを通してこう伝え伝え,伝えやすく分かりやすく伝えていくっていうのがね非常にいいと思いますよ うんあま、漫画から学べることでたくさんあるっていう。でもその作者の伝えたいことが必ず何か意図が入ってるんですよね。と僕は思いますけどね。はい。いってらっしゃい。